7番藤井亮也、立川初参戦、そして前回決勝入り2番山田正幸、3番国勇気短期で残り2周、藤井の進出は5番尾崎が突っ張りまして、6番里見光平4番手キープのまま、国勇気は岐阜勢の後ろですがインコースから2コーナーバックストレッチに向けて4番手へと並びかけてきました。難関の軌道型分かれての勝負ですが、3番国井が里見の前に出て4番手、里見は1車下げまして、7番藤井雄也さらに位置を下げて6番手、ホームストレッチに帰りました。突っ張り先行で5番尾崎雄星、後ろは地元勢1番内田元気、4番秋葉大輔といって残り1周、あとは3番国勇気4番手です。先頭は5番尾崎雄星、隊列縦長、6番手バックストレッチからのまくり、7番藤井亮也、現在は4番手3番手を追っているが、内田元気が車間を切って牽制を見せる。しかし秋葉の上まで来た7番藤井亮也、内田元気、藤井亮也、内5番尾崎雄星ですが内田元気だ、合輪2着、7番藤井亮也。